ニショニック MCDF500GS、 こちらの2017年製の布団お掃除機、なんか掃除機でいいんちゃうとか言う人いるんですけど、それじゃあね、除去できないものがあるんですよ。布団掃除機じゃないと、なんかね、ダニがちゃんと、ダニがこう、虫が吸えてるか、ホコリが吸えてるかどうかっていうのが、青信号と赤信号で、青信号、あ、赤になる、あ、青になった、あ、赤になった。多分めっちゃなんかいるっぽいですね、そのハウスダスト的な。青になった、赤になった。これ体の中心部分なんで赤になるわ。あ、おもろーい。あ、赤にならなくなった。あ、赤にもなるね。あ、でももう赤になんなくなった。赤になんなくなった。赤にならなくなった。赤になるわ。なんかそういうゴミがいるんだ。あ、掃除機とは全然違いますね。ちゃんと吸い込んでくれてるわ、これ。あ、めっちゃいい、これ。え、これすごい。これ3800円で買ったんですよ。これめっちゃいい。すごいいい、これ。あ、青のまんま。あ、青の、あれ、青になりました。青だ、ずっと青だ。あ、ちょっと赤くなった。まあ、初めてやるんで、毎日は多分これなんないと思うけど、今日初めてやるんで。ああ、赤くなんね。ああ、吸引力が全然違うわ。吸い込んでる。ああ、赤くなるんだ、やっぱりこれ。あ、全然違うんすね。あ、全然違う、赤くなる。あ、面白い。あ、ほとんど青になった。あ、なんか赤くなる。あ、吸い込みが全然違う。このローラーの回転が全然違う。全然違う。いや、これめっちゃいいかも。あ、赤くなる。あ、吸引力が違う。全然違う。
結構疲れる。あ、もう最初しゃあないな、これ。あ、ふかふか、ふわふわ、ふわふわしてる、ふわふわになった。あ、全然違う、これめっちゃいい、これめっちゃいい。あー、これいいわ。ちょっと疲れるけどめっちゃいいっすね。おすすめです。布団掃除機、ただの掃除機とは全然吸引力が違いますね。重さが全然違う、全然違う。ほら、あの、あ、赤いか 青いかで教えてくれる。まあまあまあ、でももうかなりしたから、もう毎日さ、あの、朝起きた時にかゆとか なるのはもうこれでないっすね。iPhone 修理屋さん、皆さんご参考ください。これめっちゃいい。サラサラだわ。めちゃくちゃいい、これ。これ3000円な。これ3000円でゲットしたわ。めっちゃいい。おすすめです。これはもうおすすめ以外にはないです。あの、買ってみて騙されたんだと、捨てればいいし。これは、これめっちゃいい。いいよ、これ。サラサラになる、お布団が。楽しい。めっちゃいい、これ。まあ、赤にもなるんだね。赤にもなっちゃうんだね。まあ、ホコリを吸い取ったら、多分いっぱいそのダニとかノミがいっぱいいるんだね、これ。もうしゃあない。面白ーい。